フックガードから相手が脇をすくってきましたって。この時相手の頭が胸の下についてるとパスしに行ってもこう自分が下になっちゃうんで、ここで右手で背中握って相手を離して、で自分の頭を中に入れていきます。こうすると自分が、相手を倒したら自分の顔が上になりますね。であとはよいしょ、フックガードに来た時に、左手は出さないことですね。出しちゃうとこの手取られて、取って返されちゃいますね。ですから取らせませんと。で握って自分の頭を入れたらもうスイープできないん で左手を、まあいろんなやり方あるんですけど、足の下に入れてしまいます。でここから相手を回そうと思っても、回す時に邪魔になるのは相手の右足だけです。左足は関係ないので、この右足だけを引っかからないようにします。そのために自分の左足を上げます。上げればこう回り出しますね。よいしょ。それをあとは同時にやります。上げて回って押さえます。